では変わりました。もう一回ヤグを振りたいんですよね。さあ裏へのボールですが、ここにはゴールキーパーとシュート決まった。詰めていった西。いやいいワンタッチでしたね。永田選手ですかね。このボールに西がもう突っ込んでいって頭で決めていきました。2対1。さあ1点差まで食い下がっているさぬき。途中出場の西見てみましょう。いやこのワンタッチが効きましたね。そうですね。